ここまでのところはよくやってるわね。でも査定はまだまだ終わってないわ。ドクターリー、何か用？ BOS を撲滅する必要がある。今すぐにだ。分かったから落ち着いて。じゃあ取り掛かりましょう。ドクターオーマン、こっちへ来て。時間よ。今？まだロボット工学部門から送られてきたコードの修正中なのに。アルゴリズムがめちゃくちゃでピーク効率に近づいてすらいないわ。時間がなさそうよ。さあ早く。これから現時点での状況と作戦の基本的なところを説明するわ。準備の大半はドクターオーマンがやってくれたから、説明は彼女に任せるわ。いいわ、ありがとう。これって本当に興奮する？それとも私だけ？ BOS の主な活動場所は空港だってことは知ってるでしょ？ああ、承知してる。よかったわ。彼らの知能がもう少し低ければこんな話をすることもなかった。単に人造人間を使って彼らを包囲すれば済んだのに。でも彼らはバカじゃない。バリアを生成してこちらが転送装置経由で潜入するのを防ぐことに成功してるわ。どんな種類のバリアだ？どんな作用が？複雑な信号を全てジャックしてるんだ。こちらの転送装置が発するようなものを含め、それにより接近できなくなってる。だから彼らの野営地に隣接したエリアは立ち入りができない。ただ空港全体が保護されてるわけじゃないの。私たちがあなたを空港の端のある地点に転送し、そこからあなたが侵入して生成器を破壊することはできるわ。その生成器は一目見ればわかるのか？ええ、間違いなくね。彼らはとにかく全てのスペクトルを妨害してるから、相当な光のショーが見られるはずよ。不意をつくことができれば、奴らが本格的な守りを固める前にいくらか時間の余裕ができるはずよ。生成器が一つ破壊されるごとに、こっちは人造人間を送り込み、さらにそちらに有利な状況を作れるってことだから。それと、あ、忘れるところだった。これを持っていって。これはきっと気に入るわ。これはまだいい名前が思い浮かばないけど、要するにビーコンマーカーを設置してくれるものよ。どこであり着地すればこっちはその信号を追尾し、その場所に直接人造人間を送り込める。危ない場所があればそこに直接人造人間を投下できるわ。数が少ないから有効に使って、湾に投げ込んだりしないようにね。この増援部隊の役割は？あなたが本来の目的を果たす間、時間稼ぎをしてくれるはずよ。まあ最悪10弾ぐらいは受け止めてくれるでしょうね。あなたの本当の仕事はリバティープライムにたどり着くことよ。それが何なのかは知ってるでしょ？リバティープライムってなんだ？ドクターリーが説明してくれるわ。ええ、そうね。 BOS がそれを発見したの。戦前の古い軍事プロジェクトで、電源の問題が解決できなかったために日の目を見ることはなかった。彼らは私の協力でその原子炉を動かし、自分たちの敵に差し向けることができた。具体的に何をしたんだ？原子炉を設計し、建造を監督し、最終的に電源の問題を解決した。ここで言いたいのは、ロボットの電源システムの設計者として、私は搭載された全てのシステムを知り尽くしていたってこと。私はそれが具体的にどんな能力を持っているか知っている。その能力を活用する細かいやり方もね。私たちは自分たちの知識を全てまとめ、過去10年に彼らがリバティープライムに何をしたか、私たちなりの推測に基づきいくつか修正を加えた。そしてこの部分は私の考えだけど、リバティープライムの中に直接ウイルスを持ち込めるよう改造した人造人間に全てをアップロードしたの。この子は無防備で攻撃を受けやすい状態になるから、やられないようにちゃんと見ててね。いい？そのウイルスは具体的にどんな働きをするんだ？何はともあれ、武器のシステムを乗っ取って彼らの航空機を第一の標的にする。次に何が起こるかは見当がつくでしょ。だからそっちの最終目標は突き詰めればとても単純よ。ロボットにたどり着き、人造人間が仕事をする間、そのポジションを守る。ああ、それと全てが爆発する前にそこから救出するから心配しないでね。質問があるなら今のうちに、ないなら転送装置で彼らが待ってるはずよ。 B プランはあるのか？ B プランはいらない。これでうまくいくわ。他に何か？こちらが得られる支援は？生成器が破壊されたらすぐにこちらの全戦力を投入できる。言葉通り全てよ。
質問はない。始めよう。分かった、頑張って。顔には出さないかもしれないけど、ドクター・リーも原子炉が起動して気持ちが弾んでいるのが分かる。報告すべきことはありません。ファーザーは目覚ましい働きをしてきました。ファーザーがいなかったら私は存在していません。ヒックスとローケンは生きているだけでも儲け者です。あの状況を見事に裁くことは誰にでもできることではありません。
残念ながら苦痛を味わってもらいます。戦争完了。ウイルスが標的に向かっています。戦闘移動を開始します。このポジションを守ってください。その存在を検知しました。共産異勢力による空襲を成功させるわけにはいきません。司令7395、全共産主義者を撲滅せよに着手します。どこに行った？出発の時間です。あ
安全な場所に移動します。